TBS ・ポ型ニュースト今年度補正予算案、衆議院で可決今日国会では衆議院予算委員会で今年度の補正予算案の採決が行われ、 自民公明の与党と日本維新の会、国民民主党の賛成多数で可決しました先ほど行われた衆議院本会議でも採決され可決し参議院へと送られました予算委員会では政府の原案と与党と立憲民主党の修正案の3つが並行して審議国民民主党が昨日いわゆる 年収103万円の壁について与党と合意していて、日本維新の会も今日、与党と教育無償化に向けた協議を始めることで合意したため、共に政府原案と与党の修正案に賛成しました。一方、立憲民主党は政府原案には反対しましたが、 能登半島の復興予算を積み増しする要請を与党側が受け入れたことで与党の修正案にのみ賛成補正予算案の歳出総額はおよそ14兆円で物価高対策の給付金や電気・ガス代の補助も盛り込んでいます参議院・成倫審、旧安倍派4人が公開質疑へ。今日国会内では 参議院の政治倫理審査会の幹事懇談会が開かれ自民党の派閥の裏金問題に関わった当時の安倍派所属の議員4人について公開で審査して質疑を行うことを確認しましたその後自民党の佐藤筆頭理事は記者団に対し公開で審査するのは公開を希望している太田夫妻氏、松川瑠偉氏と 幹事会の決定に委ねている森雅子氏と山谷恵里子氏だと明らかにしました佐藤氏は非公開を希望している残りの旧安倍派の23人についても公開審査に応じるよう働きかけているとしています公開での審査会は今月18日と20日に行う予定です一方衆議院では 政治改革をめぐって、特別委員会での実質的な審議が始まりました。焦点となっている企業団体献金について、禁止を求める立憲民主党など野党と。存続を求める自民党の主張が平行線となりました。さて、ということで、ジじナあ、何、その神保哲生さんにスタジオにお越しいただきました。はい、はい、どうも。んんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お、はい、久しぶりです。お久しぶりでございます。 ねすごい久しぶりじゃないですか片桐さんと神保さんがねはいあれ片桐さんだということ今日気づきました今今今気づいた最初南部さんのつもりでパッと見たら違う方がいてあれと思ってあ片桐さんだと思って満面の笑顔に かったですさて、神保さん、今日はいろいろニュースが入ってるんですけど、このコーナーではね、まずニュース振り返っていきたいと思うんですけれども、今、紹介したのは、韓国大統領の辞任否定のニュース、それからシリア首都で市民らの感のラインナップはさっき聞きましたで。はいやいや、直前までね、実はあれをやってたんですよ、政治資金規正法の改正問題をずっと取材してて、もうね、あまりのひどさに、ああいった口が塞がらない。 えそれは、えー、政治もやってることもひどいけどそれをちゃんと報道できてないメディアもあまりにもひどくて、うん、結局、だからなんかほら要するにその政,策政策活動費の例外要するに例外規定みたいなところとかねあと企業、団体献金とか、まあ、そっちのほうがネタとして食いつけせんのは分かるんだけど、えー、あの一番肝心のところがもう完全に抜け落ちていて。うん あのむしろ僕から見るとわざとそうじゃないところにメディアはどうせあいつらアホだからこの辺ゆうべは食いつくだろうと思って出して案の定そこにみんなくっついてるうちに一番大事なところを骨抜きにしたものが通るっていうパターンに見えていて僕はとても心配です。というのは今回もともと裏金問題が始まったんだよね。はい、でなんで裏金が起きたのかっていうことを考えれば絶対やんなきゃいけないところっていくつかはっきりしてるのがあるんですよ。例えば一、まあ、一つつ政策活動費一つ取ってもね あの例外規定の方に目がいってるじゃないですか、みんな、はい、ね、つまり、あのまあ、外交とかそういうものについては全部言わなきゃいけないようにしたくないって言ってる、うん、でも、その法案をちゃんとたぶんね、読んでないんですよ、記者が。うんうん、野党案と与党案の決定的な違いは、そのまあ、ちょっと政策が長くなっちゃうんだけどね、はい、政策活動費って、もともとそんな定義は法律上は何もないわけ。うん、で何かというと、まあ、政治資金規正法の21条の2項に、まあ、本来、政治家個人への寄付はできないんだけど、 ただしという正し書きがあって、2項に、政党からの寄付は除くって書いてあるわけ、だから政党が二階幹事長とか茂木幹事長にいくら出してもいいことになっている根拠がそれだったわけでしでそれは実は2項は、この間の前回の6月だったかな、政治資金規正法の改正でなくなったんです、だから本当は政策活動費はなくなったはずなんだけど、政策活動費で寄付ということではできなくなったんだけど、まだ今度は経費としては出せるって話になっちゃってるわけ。 寄付でではないけど経費で出せるとでそれを今、今度は政策活動費ってまた呼んでるわけ、つまり違うものが、はい、名前は同じだけど違うものになった、でそれをまあ特定の支出に関しては言わなくてもいいようにしてくれって言うとみんなそこ攻責めるじゃないですか、もともとね、あれ、本円見るとびっくりですよ、その主体、つまり政策活動費を、えー、出してはいけないとなっている主体は、あれ、政党と政治国会議員関連団体だけなのよ。何言っっててるかっていうと政党は 例えば政党の支部にはいくらでも寄付は出せます、はい、支部から政治家個人にいくらでも寄付は出せますうん、うん、っていうのは、あの自民党案には入ってないから、そこ,のところん今回、国会でもね、うん、それ、茂木方式の温存じゃないかとかいや全くそうなんですよ、全くそうなの、んで、野党案というのは、政治団体は全部それできませんって書いてあるから、政治団体っていうと、もちろん政党もそうだし、派閥もそうだし、あと国会議員関連団体もそうじゃない、一般的な政治団体も全部入るんだけど。はい えすごく限定してて主語を言ってるでもそこを疲れたくないからわざわざまあ僕はかませんねと思ってるんだけどねうこういう場合は報告しなくてもいいようにしてよって言ってでもほら自民党だけでは取んないじゃない、はい、最後はそれを下ろすんじゃないかと。 うん、あの公開方法、工夫とか、最初は配慮、うんつ、次は工夫、その次にまたどういう言葉を発明するか分からないけど、いずれにしても公開しなくていいものを一部残したいって、すごい言うわけね、実はそこは大して本質的な意味ないんですよ、実を言うとそこは。うんうん、だって、全体の金額のうちの8割が工夫対象じゃ、誰もそんなの認めないじゃないですか、かあったとしてもちょっとなんですよ、はい、でもそこを言うと、みんなそこを責めるっていう、まあ、ある種の。 まあ政治側の知恵それからまあメディアの何ていうのかなあのまあ数字を取らなきゃいけないメディアとかあるいはそこら辺もしかしたらメディアの中にも合うんで。 どうするにそこを言ってほしいんでしょみたいなところも僕から見るとあるのかもしれないと思うんだけど、うんうん、でもちゃんと見れば分かること、つまりそこがいくらなくなっても、今回、政策活動費はなくならないんですよでそれで、じゃあ意味ないじゃん、非公開基準が一部ある,あるかないかは関係ないじゃない,はい、はい、そもそも政策活動費なくならないんだから。店な間として出されてるっていう点がこまあ僕は、かませんにとそういうことで、ね、そこにかませといて、うんうん、実際はこっちに本丸があるっていうパターンって、結構今までも。 結構あるんですよ、それは。それから今回、公明党と国民,あの国民民主党だけが別の第三者機関に対して法案出しているのも実は似ていて、はい、かつては自民党がまあさんざ叩かれて、最後に公明党が出してきた終戦案をまあ泣く泣く飲んで通すっていうのも、でも最初からそれが落とし所になってるってパターンも今まであったじゃないですか。ちょっとその、今回もその匂いがする。第三者機関に関しても。だから要するに政治もどうしようもない。あれだけのスキャンダルが起きて。 あれだけ選挙で負けて、でも実際は全然変わらないようなことを平気でやろうとしていて、メディアも相変わらずだめなんですよ。だから結局、なんかその除外規定がどうとか、なんとかそういうわけの分からないところ、それから、チキ君とうあの僕が何度も言ったデータベース化の問題ね、はい、ガラス張りにしようと思ったら、データベース化して検索可能にしないと意味ないよとい、何度も言ったでしょ、神脇先生みたいな人が必死になってやって、やっとちょっとだけ掴めるっていうんじゃ、あんなのは全然もう政治資金収集国者に意味がないと。んどんなに 法律を厳しくしても、それが守られているかどうかを確認する手段がない法律なんて、法律じゃないですよ、そんなもの、ねはい、でね、そこをデータベース化して、検索可能にして、誰でもおかしいところが分かるようにしようとした、今回は、えーまあ、政党と国会議員関連なっただけなのよ、データベースの対象になってるのが今、うんうん、でそれがまず、ね、それが驚いた理由、驚くべき理由なのよ、今ね、令和9年から、えー、オンライン提出が義務付けられるんです、はい、政治資金規制法は。 あの資金収支報告書はねうん、うん、だから出す側が全部もうデータで出してくるわけ、はい、そこからでそれをデータベース化するのはいいですと、はい、それは総務省が言ってるでもそうじゃないと PDF になってるつまり手書きも含めて紙で出されたものを機械判読をしてそれをデータベース化する作業が入るでしょ、うん、ってことはそれをデータベース化している主体は総務省になるじゃないですかはいはい一個でも間違いあったらこれ責任問題主戦に響きますよ、うん 総務省やりたくないのだから。そうでしょうね。やりたくない。自分たちではやりたくない。うん、だから。自分たちの入力ミスで国会議員が、あのこれ記載せないじゃないかって言われてしまうと。でもそれはあのオリジナルとリンクしてるから、はい、PDF と。 ククリックすれば PDF も出るるからら機、うん、機械判読の、まずま、ず機械判判読読ののまずさせてももも当然のことながら手作業はででチェックするんですよもちんすよ、ね、もちろんチェックするあの、ちゃんとチェック機能も入れるから、それでも99.99% 99だとしたら、0.01%はね、間違いがあるかもしれないですよ、はい、でもあったとしても、それはオリジナル見たら、あそれはあの機械判読ミスだってことが分かるようになってるから、大した問題じゃないわけでも、総務省は、自分たちがスキャンをして、機械判読する主体になることのリスクを、 まあ、特に自分の将来とかを考えるだと僕は思うけどう嫌がってるんで結果的に、えー、令和9年からその提出義務,義務付けられるのは国会議員関連だっただけなわけ、はい、政党と国会議員関連だっただけ。 だからそ,そこだけがデータベース化されると全然データベース化にならないんですよつまり神明先生の苦労はこれからも続くんですよそれでは話にならないでしょ今日この後あれですよね赤,赤旗の人来るんですよ長赤旗の方にまたこれからもお世話にならなきゃいけないんあ,あんなデータベース化しかもそれも令和9年から,だからふざけてるじゃないですかでそれを なんで全然違うところに争点を持ってかれちゃってるんだと、その例外の期待がどうとかね、はいはい、それはそれでまあ、けしからんけど、けしからん前に主語がそもそもダメなんだから、最後のところだけそんなに持ってかれてもしょうがない、でもそれは僕は本当、無能であるがゆえなのか、それとも本当に。 ええまあ仕掛ける方が上手くてメディアがそれにあの食いついてしまっているのかもう僕は今となってはわからないです本当にそこはわざとなのかどうかもわからないっていう問題を今日ずっと取材してきてちょっとイライラしてるっていうところです。なるほど。はい。その取材ポイントであの例えば国会の議論の中でもね、うんうん、その情報公開もこれ不十分と、うん、第三者委員会作る云々ってなってるけど、これもともとはもう先の法律の中でももう決まってたことだからうん、うん、新しいことかのように言うこと自体おかしいし、でなおかつその第三者委員会のあり方によって結局領収 何出すのか、誰がチェックするのか、いつ以内の公開なのか、これまだ確定してません。プラス、具体的な支出の先というものは抜け道があるという、新たな抜け道が、しかもさらに作られているというのが実情だというのは、国会でもやりとりがあるんですけど、国会の中でも、でも今言ったようなその公開、工夫支出の方に、割と各議員、質問が集中するんですよね。 だからその全体としての構造の中で、新しい玉に対して反応した結果、もともとの構図の確認というものをできる状況というのがとても少なくなって,るっていりす、ね、全くその,通りその通り、それからね、まあ、第三者委員会というのも、なんでその自民党がそれを出すかといえば、要は、なんだっけ、要工夫支出、要配慮からの、まあまあ、要するに、それを入れるのは、第三者委員会はそれを見れるようにしないとならないという前提でそれを言ってるわけですよ。うん、ただ 実はまあ、じゃあ、大きな柱はその政策活動費と第三者委員会と、それからまあ石破さんの,あの初心で言ったのは3つ目がデータベース化なので、ね、うんうん、しっかりとしたデー,データベース化がされれば、もうは変な話、第三者委員会もいらないんですよ、本当は、うんうん、もう誰もが調べられちゃう、亀脇先生がもう3ヶ月苦労して、一生懸命調べて、やっと分かったことが。 中学生とかが五分とかで分かっちゃうわけ。はい、でも、絶対それは、まあ、総務省がやりたくないっていうのも一つの理由だけど。政治家としては、とにかくガラス張りにはされたくないわけですよね。だって、今回新たに、その工夫支出に関しては、領収書を取ることは。必ずしも、うん、あの、必要ではないってこともされてるから。第三、うん、者認可がチェックする資料すらも、実は乏しいっていうことにう。絶対ね、それはね、ね入れてはならないと思います。あの。ね、要するに、なんか、その情報提供者へのあれとか、まあ、代行とか言ってるけど、まず政党が外交、何やるのかって問題もあるし。うん、それから、領収書いらない、あの。えー 情報提供者のうんぬんっていうのはね、もう警察でも検察でも、情報提供者に対する調査活動費によって飲み、どんちゃん騒ぎ、飲み食いしてたっていうスキャンダルが出てるじゃないですか、うそ,うすね、そういうふうになった瞬間に、もう全く暗黒の、暗黒の闇になるわけですよだからその話、多分続くと思うので、次時台にまた聞きます。